今日のは料理はタチウオです。タチウオ、これね英名をねサーベルフィッシュって言います。サーベルフィッシュでね、タチウオのタチなんだけども、あのサーベルと同じようにこれはこう昔の村田さんが使ったタチね、うん、このにとも言うのタチと書く時もあるし、これは夜間夜この立ってこういう具合にして水面に泳いでる小魚を食べるんですよね。で立ってるから立つというふうにして書く場合もあるんで、タチウオ、この語源ちょっとよく分かってないんだ。でこの表面がこれがギラギラしてますね。これ鱗の代わりにこういったあのエナメル質のこういったあの色素を持ってるんです。これねグアニン色素って言いましてね、これね模造真珠だとかなんかそういうふうなものに、あるいはあのマニキュアの原料とかなんかにするようです。使われるようです。でタチウオってねこれねもう一つ大きな特徴があるんだ。これちょっと見てもらいたいんだな。この歯、この牙見て、この牙わかりますか。これものすごくカミソリみたいな切れる牙の、特にこの前の方の4列ぐらい、これにはこの牙の先端をね釣り針のフックのように返しになってるの。だから加えたらもう離さないんだな、これ魚を加えたら。こういう獰猛な魚なので、料理する時にはこの歯に非常にこの注意を払ってください。触っただけでももう血が吹き飛びます。ビャン。今日はこのタチウオを使ってね、こんな獰猛な魚なんだけども、とってもね優しい味わいなんですね。これお刺身にします。お刺身、そしてあとはやっぱりタチウオ塩焼きがうまいやね。この辺でちょっとやってみましょう。はい、ではやりましょう。タチウオ、あのくれぐれも言うけども、これあの歯ここに触れないように。ただあのそしてね、タチウオってねあの大きさをね、だいたい釣り人はね、だいたい指3本とか4本とかっていうふうにしてやるんですよ。で、2本、指2本だとお刺身にならないんですよね。だいたいかまぼこの材料なんか全部回されてしまいます。で、指がだいたい3本、4本ぐらいになりますと、これもタチウオってのは高級魚に様変わりするんだな。でね、これは刺身でもうまいし、やっぱり塩焼きがいいんだ。で、どうするかというと、ここが肛門の位置なの。ここが肛門。はい。肛門の位置でね、まずこの長い魚をね、2等分します。そして刺身にするのってね、だいたいこっからねこの辺まで15センチぐらい、これ一番ね肛門下というのはね一番脂が乗ってうまいところなんですよ。ここを刺身にします。でこちらは塩焼きです。塩焼き、まず塩焼きの方からいきましょう。頭のところは怖いっていう人はね、これね頭は取っちゃってもそっか、これ構わないですよ。まずこのエラ元を切るんですよ。この時にね、エラにここにね、サイハっていうんだよね、サイハっていうね、このやっぱり、これ牙と同じようなね、鋭いね、トゲがいっぱいあるの、これに。これ、刺さります。鋭いです。サイハ。これ、こういう、こうなるの。引っかかってね、これも、ちょっと怪我します。これ気をつけてください。このエラね、エラ取る時に気をつけること。で、エラを切ったら、腹を開くんです。この時に気をつけるのは季節にもよるんだけどね、タチウオがね、卵を持ってる時があるんだね。このタチウオの卵って、ね、非常にうまいからね、あっとありましたね。この卵、これは塩焼きにするんだ。だからこういう時には卵をしっかりとね、取ってあげて、取り置きます、最初に。卵を取り置いて、で、エラごと、エラ気をつけてね、持つときに気をつけて、こういう具合に持って、ガッて、引っかかるの。エラごと、内臓を引き出します。こういう具合ですね。そして、ここに血合い。血合いっていうのは、この血が、血液の塊だよね。こういうのが、これ指で持ってガーッとこうかき出しながら、そして水洗い。で、水洗いです。水洗いの時の注意点っていうか、気をつけなくちゃいけないのは、まずこの血合いを取る。そして、
さらにね、この黒い膜が張ってあるね、こういう魚っていうのは結構いるの。あの、美しい魚ほどは、こういう腹の中黒い膜があるよね。例えば、シャイオリなんてね、なんかあの、姿はなんか清楚な感じだけども、腹が黒いですって、腹黒い女に例えられますね。それと同じで、タチウオにもこういう黒い膜がある。これ外してください。まあ、大きさ、適当な大きさに切ってください。で、塩焼きにするときにね、例えばこういう一般的にはこういうところは塩焼きにするよね。でもせっかくね、こんないいタチウオの場合はね、タチウオの顔を見ながら食べたいっていうのがあるんだな。これもね、また一つの味のうちなんだ。だから塩焼きはこういうちょっと頭の部分をね、ちょっとこういうかがり包丁を入れて頭を残した塩焼きをやってみよう。これはね、あの天火、上の炎が火がつく、上が燃えている、これ天火っていう、下の火じゃないのね、天火。この場合はね、まず魚をね、魚ってこういう上に左向きにして皿に盛りますよね。だからまず裏側、こちら側からだいたい7分目ぐらい火を通して焼くんです。焼き上がったら返して、いや、こちら側を3割ぐらい焼いて焼き上げる。その返した時に塩を振る。そうなんです。で、卵もこれ塩焼きに加えます。卵は最初に塩振っちゃいましょう。で、タチウオのお刺身、次お刺身ですね。ヒレ際から、背びれですね、背びれの際から包丁を入れる。そしてこれね、中骨の位置をね、包丁で確認しながら、で、包丁のがこの背骨に、ここに背骨ありますよね、背骨に当たるんですよ。当たったところちょっと身を起こしてあげるの。綺麗ですね。そしてね、これ背びれがこう残ってるよね。この背びれをね、ちょっとね、切り取っておくんですよ。これはね、何に使うかというと、後のお楽しみ。これで、中骨が1枚と、両身、2枚の片身で持って、これがタチウオの三枚おろしです。背びれをね、こういう上にちょっと持ってあげるとね、なんかおっと、タチウオだぜっていうふうに分かる、ね、こういうのはね、単なる飾りではなくてね。で、これはまだほら、このエナメル、これはグアニン色素ですね。これがね、残ったままでいいんです。残ったままでいいの。これ、タチウオ皮引きません。で、大きめに切った方が美味しいです。これはもう好みです。こう薄く、こう糸作りって言って、あ、もう好みです。好み。このね、皮
顔つきに似合わずにね、このどう猛な顔つきに似合わずにね、優しい甘みを持っている魚なんですよ。先ほど言ったあの片側をね、このくらいですね、だいたい7割方焼くんです、片側をね。そしてここで返す、魚を返します。あ、てててててて、よいしょ。返してここでね、塩を振るんですよ。ここで塩を振ります、軽く。もう一度で、こちら側を、表にした側を3割ほど焼いて焼き上げて終わり、仕上がりということなんですよ。で、その前にだな、卵は焼けています。卵を取り出しましょう。焼き上がりです。ちょっと塩が振りすぎましたね、これね。まあいいか。これはいいね。食らいつきたい親だね、今でもか。タチウオの塩焼きどうですか。素晴らしいよ、このぷよぷよ。これ全部これ油だよ、これ油プツプツいってるよ。タチウオです、タチウオ。普通ね、料理にはこういった険しい顔つき、この特にこの牙は非常に危ないんですよ。焼いても危ないです、煮ても焼いても危ないんだけども、あえてこの顔を見ながらこうにらめっこしながら食べるというのも一つ面白い魚です。今日はね、まず刺身なんだけど、ちょっとこれちょっと塩焼きや、立ち食い塩焼きをちょっと、もうずっともう料理する時から食べたかったんだ、これ、ね、でこれ焼いてるとね、この中からこの油が沸騰してきて皮をね、やっつけてんだら、プク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 って、これもたまんないよね、これ。ちょっと塩振りすぎかもしれないけど、まあいいや。これ冷めてもうまいよ、うまいよ、うまい。よくほら、タチウオって言うとほら、タチウオの塩焼きって言ってるのも、なんかこのタチウオって言ったら塩焼きってなんてみんな言うけど、わかるよね、それね。塩焼きだよね。タチウオの卵巣です。これね、まだね、未成熟なんですよ。未成熟なの。成熟してくるともっとブワーッと太くなります、大きくなります。それはね、つぶつぶ全部ほぐして、塩辛にしたりしますね。それはでもって、それ珍味なんです。でもそうなってくると、身の方に脂が乗ってこなくなるんですよ。だからこのぐらいの卵巣がまだこのぐらいということは、身の方にまだずっと体力を蓄えてるってことで、この身がとっても美味しい、美味しいなっていうのはやっぱりそういうところなんですね。でもこのぐらいの卵巣、引き締まったまた小粒の卵巣、これもなかなかいいんです。まだつぶつぶ感がないよね。でも捨てちゃダメですよ、これ。美味しいです。お刺身行ってみるじゃない、お刺身。これ先ほど言った皮って言いますか、皮目をつけたままです。グバ認識症ですね。これわざと大きく切っちゃうんですよ。まあこちらはちょっとたたきの部分になってますけども、お刺身もとっても優しい味わいです。優しい味わいですね。このどう猛の魚からなんでこんなに味わいをこのどう猛の魚が持ってるのかっていうと、私は多分食べるために思うんだけども、本来この魚ってのは多分心の根は優しいんじゃないかなと、そう思うんだな。魚を食べるたびにね、私はそう思う。いろんな魚を食べるたびにね、特にこういういかめしくて、なんかこの今日はひむいてる魚を、このね、しっかり味わっていくとね、魚の気持ちがわかる、どんな生き方をしてるのか、どんなことを考えてるのか、そういうのを味わいながら
一杯飲むのも、まさからの味わいだよね。タチウオに。